はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝の新シナリオプレイをしていきたいと思います。ツイッターの方でではですね、アンケートだったりいくつか勝手につぶやいたりはしていたので、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、新シナリオということで関ヶ原の戦いをプレイしていきたいと思っています。で、どの武将でプレイしていくかというところですね、ちょっといろいろ考えてはいたんですが、例えばですね、関ヶ原の戦いでいうと大谷義継、あとはですね上杉家、兼継なり景勝なりっていうところ、あとはですね、その面白そうなところでいうと福島正則であったり、あとは宇喜多秀家、このあたりも面白いかななんて思っていたんですが、今回はですね、関ヶ原の戦いの行方、勝敗の行方を決定づけたとも言われる小早川秀明、小早川家でプレイをしていきたいと思っています。で、小早川家の誰でプレイするかというところですが、秀明でプレイをしていきましょう。設定は長久ですね。で、シナリオの設定なんですが、寿命はちょっと長寿にさせていただきました。小早川秀明自身はですね、関ヶ原の戦い 2,3 年後ぐらいには確かもう没してしまうので、ちょっとすぐに秀明自体が終わってしまうというのもあるので、ちょっと長寿設定にだけさせていただいて、残りはいつも通りの設定になります。では早速プレイの方を始めていきましょう。天下人豊臣秀吉の死は、束の間の太平を享受していた戦国の世に再び暗雲を招き寄せようとしていた。忍従の二文字を胸に刻み、乱世を生き抜いてきた徳川家康がついに天下を制する好機を得たのである。秀吉の意地、秀頼の貢献と称しながら、家康は時代の天下人としての足場固めを半ば公然と行っていた。上杉はどうした？まだ上洛せる気か？家康は味方となる大名とは婚姻関係を結び、敵対する大名は武力で恫喝し服従を誓わせていた。豊臣政権下では五大老の一人であった上杉景勝に対しても謀反の噂に対する釈明という形で心中を迫っていた。直江兼継より書状がございました。我らに関するつまらぬ噂が内府様のお耳に届いているようですが、すべて愚か者の妄言にすぎません。謙信公より受け継ぎし、我ら上杉の部門の誇りにかけて、妄言の釈明のために上洛するような真似はできません。内府様のように豊臣をないがしろにして天下を伺おうなどというつもりは毛頭ございません。しかれども、信じていただけぬというのであれば是非に及びません。もはや我らの間に言葉はいらぬでしょう。言葉はいらぬか。直江山城の神兼継、実に痛快な男よ。この国、久しぶりに血がたぎるわ。正信、出陣の支度をせよ。我ら徳川が天下を滑るための戦、起こす気は今ぞ。この直江兼継の手紙が世に言う直江城である。これにより大義名分を得た家康は会津征伐の兵を起こす。天下の趨勢は家康の思い描く通りに進んでいた。はい、というところでイベントを見ていただきました。では始めていきましょう。斉藤福ちゃん、結構目つきが鋭くて好きなタイプだな。では早速なんですが、情勢を見ていくとですね、周りは小倉城には西軍の毛利で、その下中津、あとは木谷、この辺りには東軍の黒岳、
あと日の熊城は、小早川家の所領になってますね。であとはですね、柳川城立花は宗茂は西軍で、村中城鍋島は東軍ですかね。鍋島はもう一つ伊万里城も持ってますね。伊万里城は兵数が少ないので、まず伊万里城を先に攻略するっていうのも手かもしれないな。では早速やっていきましょう。まずはできることからというところなんですが、建設ですね。商人町、いや港町を作っておきましょうか。一つどうだ、斉藤福ちゃん政治93、結構優秀ですね。あとは寝室を一つ入れられそうなので、寝室を一つ入れておきましょう。ここは何があるんだ、砂鉄がある。砂鉄は大きいな。じゃあ砂鉄に向けて進出していきましょう。稲葉正則、知略が86、統率70、政治74、うん、なかなかですね。他の武将はというとどうだろう。秀兼が武勇79、統率74、まあまあですね。秀明に関してはまあ60ですね。ほぼほぼ全部まあ凡庸な感じにはなっていますね。なかなか苦戦しそうな感じですが、頑張っていきましょう。で、外交はとりあえずは必要ないかな。今やっておきたいことといえばそれくらいにはなりますかね。怪獣もちょっと入れておきますか、一つぐらいは。で、そしたら残った一つ使ってここに治水を入れて、投資を入れておきましょう。これで全て使い切りましたね、労力を。そしたら、まあ、早速なんですけど、敵が攻めてくる状態ではない今のうちに、城攻めを行いましょう。で援軍要請を出していきます。村中城攻めに味方の西軍の諸部隊を出しましょう。で自身はというと落としやすい伊万里城へと出陣していきましょう。実は信長の野望って最初の数ターンは敵は絶対攻めてこないんで、この今のうちにいざ戦へ出陣する兵を出すっていうのはかなりいい手なんですよね。で伊万里城から兵が出てますね。釣られて村中城の支援に向かっている鍋島の部隊が、できているので、この機を逃さずに城攻めにかかりましょう。秀明自らも出ます。出陣する。出陣する、出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。城は一つでも多い方がいいですからね。で大阪城になります。上杉征伐のため東国に向かった家康に対して三成は照本を総大将として挙兵。家康を弾劾する激文を発し、加勢する大名たちを集めた。三成のもとに集まった主な大名はいずれも豊臣家の一門衆である秀明や秀家。さらに家康との関係も深かったが、三成との個人的なつながりを持っていた小西行長や大谷義次、さらに家康に協力するつもりが諸事情により西軍に組み込まれた島津義弘や長宗我部森親など様々であったということですね。三成いわく、家康は太閤殿下のご威名に背き、私利私欲のために天下を騒がす謀反人、我ら秀頼様に代わり武をもってこれを裁かんということになります。集結した西軍は東軍の甲斐方における重要拠点伏見城へ攻め寄せるのであった。伏見城には家康の、古くからの重臣である鳥居元忠が入っていたんですけどね。福ちゃんですね、殿、先の申し合わせ通り自分の将こと石田三成が挙兵、我らは今自分の将を率いる西軍に味方しております。五奉行の一人、姓において清廉の士であり太閤殿下の威名を守る義士でもある。
天下を我が物にしようとするナイフこと家康を討たんと決起したその気概は武士の鏡と言えましょう。されど自分の将は力がありませぬ。ナイフに比べれば兵は少なく戦は増えて物腰に剣があり人心を得ております。もし殿に、お家存続を強く望む心があるか、あるいは徳川家に恩義があるのであれば、やがて来る東軍からの誘いに応じればよいというわけかということになってるんですけど、そもそもこの斎藤福ちゃんってどういう位置づけの、武将というか、なんでしょうね、ちょっといまいち分かってないんですが、政治力はかなり高いですよね。で、家康から使者が来ていますね。連合組んで、三成を討伐しましょうということなので、今回はそうだな、おそらくこれ家康に組みすると史実通りの展開になると思うので、あえて西軍のままにいましょう。なので拒否を選択します。出陣します。でちょっと勉強不足だったので申し訳なかったんですが、この斎藤福は後の春日の局みたいですね。小早川秀明の家臣、に嫁いで小早川家の、家臣団に名を連ねているものの、後に将軍家光の乳母に就任している春日の局だったということで、これかなり勉強になったな。道理で政治力が96だったかな。でかなりの数値ですからね。でイベントの方はガラシャ、細川ガラシャの、人質になるのを嫌っての自害できず、屋敷に火を放ってというところですね。このガラシャ自身は明智光秀の娘さんですからね。というところで東軍の細川忠興の散る際を謝ることはなかったかということで、実はこの忠興ってかなり気性が激しかったらしいんですよね。感触持ちだったとも言われているんで、ああそうですね、出てきましたね。感情の起伏が激しいことで知られる忠興はこの件を激怒。家康率いる東軍への全面協力を決める。東軍西軍の両陣営から批判を受け、三成の人質作戦は中止へと追い込まれたということになります。こちらは伊万里城を攻略していくので、このまま攻略戦に入っていきましょう。協定を始めましょう。先月の終始です。で建設の方はというと寝室がもう一本打てるので寝室を入れておきましょう。福ちゃんですね、春日の局に入れておいて、武家屋敷建てたいけど労力がなくなっちゃったからちょっと厳しいかな。さてさて、こちらの方はというと有馬隊と鍋島隊がぶつかってるな。で耐久河川、どうだろう、伊万里城はこのまま落とせそうな気もするけどな。ただ敵が戻ってくるので、これは普通に合戦に持ち込んで城を落としましょう。敵の数決して多くはないですね。少なくても城の数は大いに越したことがない前半戦なので、この伊万里城を取れたら伊万里城を中心に鍋島家を早急に滅ぼしちゃいましょう。敵城門突破しました。で鍋島城さえ落ちれば、鍋島の村の課長だったかな、かなんか落としてしまえばもう勝敗はほぼほぼ決するかなと思うので、あとは
島津なんかと手を組みながら、しっかりと九州の覇権を握っていくっていう展開になるかなと思います。罹患持ってるのは稲葉正則か正成か、罹患も持ってるのか、強いな稲葉。戦闘系はこの稲葉に任せるのが良さそうですね。で、耐久がゼロになったので、もうこのまま、合戦を終了すれば落とせるんですが、耐久がチョコレート並みなのでこのまま落としちゃいましょう。で、伊万里城を取りましたね。で、伊万里城を取った後なんですが、村中城は兵数が1500しかいないか、ってことはこれ返す刀で村中城も落としましょう。鍋島を早々に滅亡に追い込みましょう。185しか軍勢がいないと出せないね、さすがに出せないね。436、300でのために軍を割くかという話だな。そうなると援軍要請だけど出せないね。ってことは自軍の部隊だけで、この村中城を落とさなきゃいけないわけだなって考えると、300でもいいんでやっぱ欲しいですね。前半の300は結構大きいんで出しましょう。で、これでいいかな。ご命令ください。先月の収支です。で、配属で伊万里城に人を入れましょう。誰入れようかな。まあ、こっから平岡、堀田正義、この辺りを入れておきましょう。で、武家町を建てて、さらには商人町、いやー商人町かな、商人町にしましょう。いやー港にする、港にしようかな。商業と鉄両方上がりますからね。で、進出をかけて、ちょっとお米系が足りなくなるかなと思うので、米が作れそうなところが欲しいけどな。温泉があるんだ。温泉は兵の回復に必要なんで入れておきましょう。これで、労力全部使い切りましたというところになります。出陣する。おーいせよ。何、志賀が討ち死にしたか。早いな、討ち死にするのが。ただでさえ武将の数が足りない今の状況下で、なかなか厳しい結果だね。温泉はまだ作れない？作れないね。であれば温泉の隣に温泉が作れるように進出かけていきましょう。いや志賀がいきなり撃たれたのって痛いな。しかも志賀って結構優秀だったからね。1199 3119 784、どうかな。もうちょっと数減らしてから合戦に持ち込みたいな。で、日の熊城に2900の軍か。これがしかも、厳しいね。後藤又兵衛に黒田上水。いやー、これは兵を引きましょう。こんなところで、やられるわけにはいかないので、援軍の要請を出します。厳しいな。持つかこれ。日の熊城になんとか軍を出して一旦兵を引きましょう。承知いたしました。負ける気がしないな。助水、助水とはいえ1000しかいないでしょ。こっちの耐久は3000あるんで、これはでもやっぱり持ちこたえられないか。兵を引くしかないね。非常します。ちょっともったいないけどしょうがないですね。ご命令くだされ。先月の収支です。
援軍要請は出せないからどうしようもないよね。援軍要請出せないからね。これただマタベ1900戻ってくると非常にめんどくさいことになるな。非常します。かしこまりました。そしたらちょっと伊万里城に関しては任命していっちゃいましょうか。毛利秀兼に伊万里城は任せましょう。で、頼木で堀田正義と平岡をつければ十分でしょう。で、統治城を作りたいけど進出が終わってないね。じゃあ一旦送りましょう。日の熊城が持つかというとどうだ。日の熊は持つのか。大丈夫だね。援軍が出てきてくれているので持ちそうですね。報告いたします。平戸城の攻略は却下だな。平戸城ではなく今は中津城なのよ。欲しいのは。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。目安箱の設置ね。じゃあ目安箱は設置していきましょう。ま、目安箱ぐらいだったら問題はないので目安箱を入れて皆に伝えましょう。建設で統治城を入れていきましょう。これで少しでも早く兵の回復がなればそれに越したことはない。問題はこの中津城だよね。除水隊は帰っていくでしょう。いや毛利が来てくれたのほんとでかいわ。毛利が来てくれなかったら日の熊城危なかったかもしれないですね。で、大内義雄機体はこれは中津城を攻略するのか。毛利はでかいね。で、ちなみに今回の目標はあくまでも徳川潰しになりますんで、まあ西軍に組みしている以上は自分が仮にですね、うまく立ち回れずとも家さえ残っていればそのまま、毛利なり石田なりが徳川を滅ぼしてくれればそれでよしという展開にしたいと思っています。まあ、西軍一帯はほぼほぼ手中に収めてしまっている以上は、まあ、小早川秀秋が攻め上るのは難しいですからね。まあ、唯一あるとすればどうだろう、なんとか東道黒瀬城、東道、高虎のいる黒瀬城を抑えて、まあ、ここから徐々に勢力を東に伸ばしていくっていうことぐらいしかちょっとないですからね。まあ、目下の敵は鍋島、それに黒田、この辺りになってくるかなとは思います。あとは味方のね、連合がどれくらい頑張ってくれるかっていうところにはなるんで、そう考えるとこの日の熊城が結構危ないんですよね。なんといっても黒田官兵衛が隣に住んでますからね。では一つここで投資を打っておきましょうか。松浦家の平戸城か。平戸城ってちなみにどれくらいの規模の城かというと1000の3000、落としやすいね。鍋島いる村中城より断然落としやすいけど、落とすんだったら先に村中城かな。平戸城まで戦線をここね、伸ばしてしまうと何が怖いって、やっぱ
黒田なんですよね。かといって黒田を今潰す力はないからな。中津城、しかもこの木谷城は耐久が高いですね。傭兵だったとも、傭将かとも言われていた木谷ですけど、ここは落とすのにはちょっと兵力不足だな。本当だったら平戸城の方が落としやすいけど、平戸城まで兵を進めてしまうと、いざ日の熊城が攻められた時に戻ってこれないんで、やっぱりまずは村中城だな。で、村中城を攻めるための戦力がちょっと今足りないね。下手したらでも落ちるな、中津城は。これ中津城が落ちるとなるとちょっと予定外の展開にはなってくるな。ここまで早く落ちると、でさらに毛利隊、毛利がすごい勢いできてるね。助水のいる木谷、あとは中津、両方とも落ちますね、これおそらく。まあこちらに出兵してきたのが悪いといえばそれまでなんだけどな。となると村中城攻略のための兵を出す好機は今しかないですね。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。よし、じゃあこれで、兵を出していきましょうか。報告いたします。まずは援軍の要請を出していきましょう。でその前にこちらが先に取り付く必要があるので、兵を出します。まず秀兼の戦で、日の熊城はちょっと兵が出せないね、数が少ないけど、まあ、ギリギリで出していきましょう。3000、秀明も出して取り付く寸前に援軍の要請を出してい、きたいと思います。で援軍の要請ですね、先に出しておいた方が良かったかな。こっちに関しては有馬に出しておきましょう。で有馬がすぐ軍を出してくれればいいんだけどな、出してくれないよね、そう簡単にはね。で、立花宗茂にも援軍の要請を出しましょう。これ宗茂がすぐに援軍出してくれればでかいんだけどな。出してくれるね、さすがだ。よし、じゃあこれで一気に合戦に持ち込みましょう。おーっと間違えた。騎乗する。宗茂がいるのが本当でかい。いや、あえてここは引いておこう。宗茂の隊に任せよう。承知いたしました。宗茂隊が勝手に城門を突破してくれるはずだ。これで決める。銀千代もいるね。さらに剣豪持ちまでいるのか。さあこの段階でなだれ込んでいきましょう。ちょっと下水手ではありますけどね。さあ、あとは先に取り付きたいけどね。掃除した。やるとするか。
門を破壊しました。敵城門突破しました。でこのまま敵はいなくなりましたけど、囲んでなかったと思うので、包囲戦にはまだなってなかったかなと思うので、このまま先に進んでいきましょう。やるとする。よし、秀明が最初に飛びついてくれればそれでよしだ。やるとする。承知いたしました。承知した。やるとするか。これで決める。これで終わりだな。決着。これで九州での一大勢力になるでしょう。逃げるなら今のうちだ。敵将捕獲した。戻ります。大きいですね。鍋島をあっさり滅ぼしたのは。これで九州での勢力争いには一役も二役も変えるでしょう。小西がいて島津がいてというところは基本的には、こちらの味方になってるんで、しかも龍蔵寺も入っているし鍋島もいるし、かなりこれで戦力が補充されますね。できれば、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。浄水を最後に仕留めたいよな。木谷城は守りが固いけど、あれだね。さすがに、毛利家は、兵数が多いんで、多分このままあっさり落としそうですね。そうすると黒田家一門は毛利に吸収される形にはなるかな。はい、というわけで、時間がいい時間になりましたので、今回はここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。